さあ、2P がシャキさん座ってもう始めちゃっていいっすよ。すいません。スタートして始めてください。さあ、始まりました、はい、さあ、どんなキャラになるのか。さあ、チャピさん、しっかりしたキャラ構成。K、クーラ、ネームレス。え？と、覇者破れる、ど素人でした。今日アッパーで返し、フラッシュが先端が当たる。さあ、端が苦しい、空投げ、ジャンプ C の飛び込みがオート空投げに。もう思いっきり端の飛び込みが入る。ちょっと安かったが、ボディ投げして、受け身が来ない。で、前転にビッタが入る。スラッシュ、ちょっと展開が早い。ビッタ避けても隙が少ないですね。なかなかいい勝負になっている。初手のユリ対 K、足払いにジャンプ C が入る。そう、最近なんか 02UM をなんか結構やってるっていうチャクさんと、あ、でどこで練習してるのか分かんないこの1ピガの漏れ。確かに漏れはどこに行って練習してるんだこのゲームを。立派な対戦ですね。さあ、さあ CA と行っていいのか分かんないけどこの対戦香りやばいな。飛び込み C が入り、レイスピンから追加出さず、さあ避け方を知っている。避けたが反撃がうまくいかず、ああじゃあしょうがない、モニターを見てやろう。届く、さあ8でブレスが入り、追加をうまく入れる。ブレスが入り、中央から始めやり取り。エンビーブレス、さあ跳ね返し、エンビーにスライディング下を通る。これはくぐったのかわからないが、スライディングでなんとか 3K が勝利。さあネームレス、ゲージバッチリ。それだけ切った前転で端を脱出するが、 3K が追いかけてくる。さて逆用は C か A が入ってしまう。後手にドーベノムに昇竜が8000万円入る。破れかぶれだが大将戦を割といい状態で始めることに。さあこれは状況的にはネームレス有利。かなり有利じゃないですかこれ。苦しい、マスミはかなり苦しいっすよ。さあ苦しくて白山が出る。なんとか上りに当たる。さあ一発が致命傷となる。おっと怖い、グランドタイガーをブンブン振る。それだけダッシュ投げ、霞の遅いダッシュ投げでよく決まった。おっと危ない、それだけ前転の終わりに先行の背中が当たったが、さあ実況直樹さんに変わります、はい、反撃できず。お久しぶりです。さあデルンシン来ました。2P 側は誰に変わる。モレさん粘ります、やってないのに。確かにいないんじゃないの。こっち今誰だったっけ。今チャキさん、まあ、お茶さん期待いけます。さあお茶さん後で出てくれるので楽しみにしててください。さあ塾長、はい、直樹さんも塾長が誰を使うのか楽しみにしてるところでしょう。まあ H がつくキャラがたまにいたような気がするんで確かにとてもデルンシンとしては気になるところ。さてキャラを悩んでる模様、モレさんいない。あっとご所望のキャラがいない。いないですね。さあ塾丸、塾ダッシュ、山崎とそしてモレさん。さあ 02UM のやり込み勢と老害のモレ老害は知ってる技バンバン振り回してきます。確かに。あと大のチュアッパーで対空か。さあ C 投げ、さあ老害
やることは変わっていないと言わんばかりのプレー。投手の声がマイクに入りそうなぐらい騒いでいる。うるさいですね。さあいつの間にかガクラゲージが、これ老害が頑張っている。老害が宿丸追いつけるか。こっからかなり状況は厳しいが、俺の手堅いプレーが、さあなかなか的を絞らせない。冷たい。さあジャンプリーが入るが、スラッシュ、大きいスラッシュ。残り5秒。おっとなかなかいいのが入った。さすがに最後の勝負だが飛ばない、硬い。最後まで粘り強いモレてか2人実況って難しいですね。愛の手をうまく入れるのは難しい。じゃあデルンシンメインでいきましょうか。自分が愛の手を入れていきましょう。わかりました。さあ胸地ハウスを展開しているジョジョ、味の状態は非常にいいですね。確かに。さあ光源ダインが相打ち、さあスラッシュ、さあ大処理を冷たくガードして1ゲージ最大、いいコンボです。最大なのかな。さあ小足で暴れて、さあここから K ダッシュはなんとかユリを倒したい。ジャパンを釣ったが、マイビーシャラを入れ、そして弱スラッシュにアインの追加で勝ちましたね。ダイだったらやばかったですね。ダイだったら危なかったですね。いや終わってましたね。出てくるのは 3K。 さあ冷たく立ち回って NC 対空、あんなに近くも NC が機能してる。相当真上じゃない限り多分 IC でしょうね。ずるいキャラだな。確かに大将山崎かなり厳しいが、山崎キングってどうなんですか。山崎1人倒す分なら全然いけるんですが、もう1人いるのがちょっと嫌なところ。ああ、ゲージだけはもうなんか万端なんで。確かにスライディングから発動、体力を半分、中央三系コンボ、スベノムストライク。おじさんの声がうるさいですが、さあ困ったもんです。状況的にはまだこの20秒でベノムに引っかかった、痛い。なんとかこれ以上ダメージを減らされたくないが、逆に体力リードを奪われてしまう。冷たい。一回こかせれば、ああもう時間がない。あとはアウさんのプレイになるしかないが、厳しい。確かに厳しかった。ちょっとリードを守られてしまった。さあ快進撃を続けるモレ。いや、線がちょっと乱れただけです。線が乱れてますよ。ファン107さん、ファン107来ましたね。あまり僕は知らないんですが、聞いたことはあります。もう大丈夫です。スタートして始めてください。埼玉の、そうですね、埼玉の方で活動しているプレイヤーたちです。今日はお客様が多い、復活祭としてはぴったりの盛り上がりっぷり。さあ独特な構成ですね。テリー山田キング、オーダーセレクト。さあ皆さんお待ちかね、テリーボガード2番。初手も山崎対ユリと、これはまあ結構いける組み合わせだと思います。無敵が弱い分恥はきつい。なるほど。さあフットボタイクは当たらなかったが、さあ切り返してアッパーから下蛇にしてるのがいいですね。ユリはしゃがんでると宙が当たらないので、さすがやり込んでる。しっかり確定のところには宙蛇。さあ空投げで画面当てからなかなか逃げれない。そしてこのキャラ、老害にぴったりのキャラ
つ使っても十分な戦力。本当に当たり前のことをするだけで強い。確かに、スマシガヤのモレ注目のテリーボガード、やり込み勢側としてはこれ止めてほしいところ。さあ画面端、さあ、あっとコンボミスって、お互いコンボミス、チャージダンクを失敗してしまった。なんとかここはしっかり取り戻したいところだが、ちょっと緊張しているのか。ここからが怖い。クラックにジャックスラッシュが入ってしまう。もともと相性はちょっと厳しめ、厳しそうで。さあこの体力でも 3K1 枚スラッシュうまくかわして最大を入れていく。反撃ののろしになるか。ファン107、やり込み勢としては同キャラでうまく勝ちを、とは溜まったゲージをすぐに使いフルコンボ。さあこの体力リードはかなりでかい。しかし見切り、見切り、出し見切り、画面端をうまく利用してそう今度はめて言わせている B 勝ち。さあ老害これはピンチ。 3K3K で B 勝ち。ゲージは苦しいが流れは来ている。ファン107、107ゲージは1ゲージ、1ゲージだよねこれ。大丈夫です、言いづらいですよ。まあ、3K が近代武力で押してくる力強い。しっかり上を見ている。もう付き合わない、いいですね。 3K らしい、うまい、潜り込んで、うまい、うますぎる。おお、壁ができる。あと割れ、前傾に割り込む、前傾に割り込む、そしてイカダイをとがめて、とまた壁ができる。さあ、あっと早かった、受け身が早くてわからない。しかし、あーっとこれは当たってしまう、拾われてしまった。モレのお願い白山が許されない技、かすみちゃんに感謝。じゃあスタートして始めてください。お待ちかねのお茶さんです、 2P 側。さあ漏れたいお茶さん、さあファンの仲間の敵討ちなるか。マイクに声入っちゃうかもしれませんと投手が。あ、実際あんまりプレーを僕は見たことないんですが、お茶さんは、まあ、なんというプレーなのか、まあ、投身が、はい、なんか D 投げだけでぶっ殺されたっていうのを。大丈夫です、投身もその対戦やったから対策しちゃいます。対策もう対策してる、さすがに。さあお茶さん、今のキャラクターシャンフェイ、草薙、クーラー、さすが一味違うようなキャラクターですね。そうですね、自分がこの前対戦したキャラと一緒。シャンフェイだ、ユリ結構苦しいと思うが、なんとかしてくれるか。おっと、ちょっと画面の方に時が、画面の方は時がすとんでました。で気を取り直して、ユリは結構シャンフェイに相性いいっぽいですよね。いいですね。シャンフェイはどんな動きでユリを対策するのか。ラム派で画面味、おっと早めに切れる。もう大スラッシュが出てきた。まだ開幕だけど切れちまったよ。おっと時が飛んでる、時が飛んでて見えない。今確かに時が飛んだぞ。さあ攻撃に引っかかってしまう。さあ体力もうないが、最後の粘りを見せるか。残り7秒、キャンプ D が当たるよ。冷たく老害プレイ、ダッシュに MB が当たり、しかし最後の粘りで結構削ってみせた。ゲージ差も有利、なんとかここから巻き返せるか。抑えのクーラーとくぐると見せかけて正面
ガーキャン読みだったら張り切ったダイスダッシュだが空中ヒット。ないでしたよね今。ないでした。ガーキャン多分ガーキャン読みでしょ。冷たい。あまりダメージを減らされず、2番手クーラーがいい状況ですね。ゲージもあるし。開幕スライディング。跳ね返して。あっとちょっと安易だったか。しかしゲージは使わない。モレ側。ちょっとさすがに、おーっとうまく。おー、めり込みにスパキャン。しっかり。あー結構キングの圧力はだがきつい。ガーキャン前転。当て前転だな。当て前転か。ガーキャンを出さない。出さない。モレ落ち着いている。こんなところで大会強さが出ている。スマシ顔だ、モレ。スマシ顔だ。スマシ顔だ。さて最後、大将の草薙。さあお茶さんの草薙ですが、非常に上手いです。のじゃやった感じでは。コンボもしっかりしてますし、対空もしっかりしてます。草薙やっぱ結構強いもん。強いですね。あーしかし落ちたまで出ていなかった。スライディング対空から 3K コンボ。しっかり落とす。厳しい状況だが勝利。ここ勝てればまだ見込みがありますね。いいの入りました。さあ回復度も割とあるかと。おかげ姿に汚れたが、ただ霞相手は端の草薙のコンボ安くなってしまうんですよね。あーそうなんだ。おぼろが早かったりループ数が一度減ってしまうんで、あー3原子で8割ぐらいになると思います。ガーキャンして時が止まった。わからない。どうなっている。さあ対空が入ったのか。戻った。先行石から先行へ。暴君が騒ぐ。おっと、あーコンボミスってしまう。あーしかしマックスのチャイ、お茶さんが簡単なコンボを見せてしまった。さあお茶さん練習してください。コトスキにマックスロッシュでもなんとか勝ちだったと思うんですけど、見せてしまいましたね。じゃあ出張さんで、次出張さんが 2P ガンに伝わります。さあ漏れの快進撃がそろそろ分からせないと。確かにやり込み勢側としては許されない。さあヨーロ煽る覇者オーダーセレクト。デチョウ様、さあここはデサーもしっかり殺せる。本気キャラがしっかりしている。最近大将クラークとかやってくれてたんですけどね。ここは確かに止めてもらいたいところではあるか。ここ見てる側としてもこれ以上老害はいらないと。だが大会に強いモレ、確かに落ち着いてますね。硬いですね。だしっかりしている。速いトラッパー発生4分かなすか。レイスピン避けの蹴りが当たる。あれレイスピン避けれる。避けれます。なるほど。あレイスピン引っかかってしまう。しっかりと弱勝利で反応は早い。切り返している。ダイスラッシュか。早出しからダイスラッシュ。押して最大ダイスラッシュ潜り込んで。あっとなんか見にくいアッパーが3回ぐらい見えたけど、足払いを下から冷たくさす。さあモレも苦笑い。デサマ冷たい。変身をいっぱい振って、最後なんすかあれ。ジャンプシーですか。ジャンプシーよ。早出しでもう早く当たって死ねと言わんばかりに。フレでさえすれば勝ちだった。フレさえすればおかげで体力は5。早くも画面端あいに NC を差し込む。キャンセルはしていない。あっとおおモレがうまい。モレが頑張っている。さすが立ち回りは基本がやっぱりしっかりしていると色褪せませんね。
このケーブルで通じるものがあるんで、キュア進行の基本の動きは。かし投げ、まあ、そろそろダメージを取っておかないと警察官も厳しい。確かに。あーノーゲージ、あーっとこれは痛い。アインを超えてくる。しかしアインに引っかかって、さあおまだ警察官も時間はあるので全然まくれる。画面をたっぷり使っている。あーっとちょっと安かったが、ジャパンを釣ったが、でアインの出らしにベノムが入り、モレが粘る。ゲージは入ってしまったが体力はちょっと有利。モレ側この対戦はさすがに経験が全然ないのではないだろうか。そうですね、デスペアの対処があまり分かっていないっぽいんで。確かに気持ちいいでしょ。対処ゲージのないかすみちゃんが引きずり出される。厳しい。まあ、しかし町中もゲージはあると言っても、かすみの破壊力は安心できない。確かに危ない。かすみはかすみ、高ゲージでもフルコンボ。最速でガーキャンして、ガイの D サイド、あーっと白弾と置き攻め、よくわからない当たり方をしたか。確かに当たる。あれは反角思考ですが。そうですね。状況はようやくデサマ側に好転。さあゲージが足りない、ダメージに付き合うしかない。これは確定で削り、ギリぴったり溜まりましたが、さすがに使えなくフィニッシュ。